6月月間再生数のトップ10から、いきたいなと思います。はい、はい、お願いします。はい、第10位、フォートナイト逃走中。え、おお、あ、逃走中か。はいはい、はい、今回集まった4人の逃走者たち、まずは5分間のアイテム収集タイムが与えられる。バンジュール、バンジュールだ。どうもです、ゲーミズ所属のネフライテです。どうもこんにちは、ズルフィーです。こんにちは、こんにちは、どうもさん、こんにちは、シーチャンネルと申します。今回の舞台はコロッサルクロップス。逃走者はハンターから逃れるための建築をすることができるが、建築できる高さは建物から2段の高さまで。回復アイテムや魚は使用可能、ただしツルハシや武器でのハンターへの攻撃は原則禁止。バウンサーやブギーボムなどの攻撃以外のアイテムも全て使うことができる。ハンターは3名、ハンターの武器はショットガンのみ。ハンターに倒されたら即失格、ゲーム終了まで牢屋で待機となる。ミッションを全てクリアすることができれば逃走者チームの勝利となる。果たして逃げ切ることはできるのか。マキ、あー、やばい、ハンター放出された、やべえ、ハンター放出された、やべえ、気づかなかった、待って、放出されたよ、やばい、あ、痛い、出てる、出てる、出てきて、出てきて、やばい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 、ハンター来ちまった、やばい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 、マジ、マジで、マジでお前、マジ言ってる、これ、これ、ここ、建築できない、よしよしよし、皆さん助けて、ああ、やばい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 、とりあえず、とりあえずこれ食って、ちょ、一旦ね、一旦処理しまーす。さあ、始まりました。逃げるぞ、逃げるぞ、逃げるぞ、逃げるぞ。待って、やばい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 、ちょ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 、やばい、そんなことある、嘘、そんなことある、ずる、え、待って、ずるく捕まっちゃった、えぐい。ここで、第一のミッションが発表された。あ、ミッションスタート。ハンターが増員される、池の前の小屋にある弓矢を使ってハンターの増員を食い止めよ。敷地外にいるハンターを弓で倒せ。3分後、倒していない残りのハンターが投入される。倒せなかったらハンターが増えてくんか。助けて、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 助けてくれ、助けてくれ、やめて、やめて、やめて、ちょ、動かない、動かない、動かない、なになになに、動かない、動かない、動かない、なんで手前、なんで前にいんの、なんで前にいんのよ、もう俺がおとりになる、マジで。うわー、待って、まずい、見て、この、どうしよう、ね、さーん、ねえ、やばくなっちゃったねー。そこの道ってなって、他の人にお願いしよう。ちょっと、小屋の池は遠いわ。真逆、真逆。ちょっと、私、ここで隠れておきます。弓欲しいよ、あ、弓、オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。壁使い戦法、ここもまた壁使い戦法です。で、敷地外にいるハンターね。敷地外にいるハンターを殺すのね。あれ？え？ゼルフィーさんも？あれ？僕、ミッション始まる前に死にましたね。僕もですね。マジ寝た。あぁ！やばい！やばい！お前誰だ？あ、ハンターか。ダメだから、建築使っちゃダメよ。ネフさん、もうネフさんに託した。ネフさん、待って、ここネフさん、やばいことになってるって、ネフさん、ちょっとむずいな、これ。ほっ、やった、当てた、動くなよ、動くなよ、バナナ、よいしょー、まず一人、もしかして二人やられてる、
今池本の C チャンネルさんと自分だけもさして、ネフさんならこれジャンプで倒せるだろうな、ネフさんなら。いやゼルフェイクの死んじゃってるか、うまい俺、相手はショットガンだ。でもはいうまい、はいうまい、はい最強。やばいやばい、おこそそそら、やばいやばい、マジ死ぬ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 、やめた。ああダメだ、あまずい、あバレた、あと一発ない、やめろ逆らえな、ハンターどういうだけだ、ハンター増員だけは、ここ建築できない、くそ、オッケー、ネフさん、ネフさんナイス、ふぅー、やったぜ、俺は強いので、ちょっとやめてください。あ、私ネフさん、あれ、ネフさん、ネフさん、あれネフさん、ネフさん、ちょっとこれネフさん、俺ネフさん、気がついたらいた。ミッション失敗、追加ハンターが一人投入される。ミッション終了、はい、俺強い、俺ちょっとキャリーしましょう今。追加ハンターが一人追加されます、草、ちょっと待って、やばいやばいことになった、あ、待って、これバレてる、あ、バレてない。ここで第2のミッションが発表された。え、ミッション、ミッション、ミッション2、3分以内にどこかに隠れているクワックリングを探し出し、グレネードをもらい牢屋を壊して仲間を救出せよ。グレネードをもらい牢屋を壊して仲間を救出せろ、テレビ君待ってろ。坊さんも復活か、まあいいわ別に坊さんは。クワックリンダックどこ、クワックリンダックどこ、うわおったおったけどさ、あば、ハンターだから視界狭いのかあいつ、そんなことなかった、やばい。ああ、お前よくば、あ、ちょっと、ちょっと、え、もしかして待って、なんでネフさんが捕まったの、ネフさん、ネフさんも助けるよ、こー、来た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 、頑張れ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 、やだ、全力で全力で壊します、いきます、よし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 、やった、死なないよねみんな、オッケー、あ、来た来た来た、よっしゃー、イエーイ、じゃあ皆さんよろしく、ご分を、おっしゃー、でも人がいっぱいいる、怖い怖い怖い、ちょっと待って待って、いきなりいきなりまずいきなりまず、さすがに、おー、死んじゃない、いっぱい来てる、めっ、どうしよう、この、ここ、へそくり、へそくり、まさかの復活、ちょっと、もう今度こそは僕、ちょっとちゃんとちゃんと動く、ちゃんと働く、今度こそはもう、ちゃんと、でもやばい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 、ちょ、もうやばいよ、ちょっと頑張るよ、頑張るよ、もう今度こそはもう、そんなミスしないよ、助け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 、ジャンプ効かなかった、ジャンプが効かなかった、ジャンプが効かなかった、ボタンがボタン、ジャンプが効かなかった、ジャンプが効かなかった、ちょっと待って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 、ハンター待って、ハンター待って、ジャンプ効かない、ジャンプが効かない、ジャンプが効かないの、ジャンプが効かなくなったの。ここで最終ミッションが発表された。3分以内にコーンを1人5本ずつ見つけてクワックリングに渡せ、渡した人から逃走用の車に乗車できる、全員で車に乗って逃走できたら脱出成功。トウモロコシを見つけたらクワットリング渡した人から逃走よ。え、待って、やばい、これはもうリスクを犯してでも行かなきゃいけない。待って、これ5本も集めれるよ、これ3、4、お、5なった、5なった、こっち
らは19万再生で。はい、今回もネフさんに出ていただいて、ね、はい、ネフライトさんもね、ビジュアルが変わってかっこよくなりましたからね。あ、はい、そうですね、デザインが変わりましたね。19万再生ありがとうございます。ありがとうございます。第9位、アプデ後の世界で100日ハードコア生活。あ、どうする。はい、今回の企画はマイクラ100デイズ。海外や日本で大流行しているこの企画、死んだら即終了のハードコアワールドで目標を立て、さらに寝るの禁止で100日間を全力で遊び尽くす。今回はアップデートされたマインクラフトバージョン 1.17 の世界でプレイ。今回100日間でクリアを目指す目標はエンダードラゴンの討伐、バージョン 1.17 の新アイテムを全て集める、ウーパールーパーと共に海底神殿を攻略するの3つである。マイクラ世界での1日は現実世界での20分、およそ33時間にも及ぶ濃密な100日間で、無事ドズルは目標を達成できたのか。1日目いよいよ始まりました。初めての一人っきりの、100デイズ頑張りたいと思います。21日目、いよいよね、ネザーに冒険に行くことにします。やっぱどれだけ装備整えてもネザーは怖いですよね。さあ、いきなりの赤森、望遠鏡を使って要塞を見つけようとしたんですが、廃要塞だけ見つかりました。廃要塞はちょっと行きたくないな。22日目、ネザーに風船が飛んでました。23日目、引き続きね、ネザーの要塞を探して冒険しているんですが、全く要塞がありません。ホットな観光地っていうネザーの全てのバイオームに行くっていう進捗も達成しちゃいました。24日目、1時間以上ね要塞探したんですが全くなかったので、ちょっとネザライト装備を作っていきます。古代の残骸をたくさん見つけました。25日目、1日中掘りました。26日目、順調にねネザライトをゲットして、これで16個目かな、全ての装備に、ネザライト化できるようになりました。さあ帰ろうか。帰り道にまたネザライト発見。さあいざ帰ろうとしたら、ゲートの近くにホグリンが湧いている。あの位置にホグリンダメだろ。ちょっとヒヤヒヤながらも、なんとかゲートまでたどり着いて、現世に戻ってきました。いやー大冒険だった。無事、ネザライトフル装備完成です。さあそして今日からネザーに冒険に行きます。ピグリン攻撃をして、この耐火のポーションをゲットしました。34日目、ストライダーを仲間にしてね、ネザーの海を冒険していきます。このストライダーの名前はボンジュール。ボンジュールさんと冒険してると、ネザー要塞発見しました。さあ、ボンさんちょっとね、ここでお留守番しといてくれ。要塞の中にブレイズスポナーを発見しました。ここでね、ブレイズロットを集めていきます。35日目、ブレイズロットをね、20本ほど集めました。これで多分もう来なくて大丈夫かな。さあ、ボンジュールさんと合流して、ゲート近くまで帰ってきました。ボンさんが迷子にならないようにこんな感じで閉じ込めておきます。さあ醸造台を作ったので、これでポーションが作れるようになりました。74日目、エンダーアイを投げて要塞を発見。マグマの音のする方に掘っていくとエンドポータルを発見しました。ここまで順調だな。エンダーマンと目が合って死ぬと怖いので、カボチャヘッドをかぶります。生息落下ポーションを飲んで、いざ出陣。エンドラに飛ばされたようにエンダーパールも集めておきます。めちゃくちゃ見づらいのは許してください。死なないように死なないように、低速落下ポーションを使ってエンドクリスタルを破壊していきます。75日目、エンドクリスタルを全て破壊してエンダードラゴンを削っていきます。そして初めてのこの鍾乳石もゲットしました。さあ、アメジストの部屋も発見しました。うわ、綺麗だな、アメジストの部屋。お、しかも苔ブロックだ。苔ブロックに竹とレアアイテムゲットですね。苔ブロックは新アイテム。まだゲットしてないね。新アイテムを求めて、ちょっと廃坑を冒険していきます。廃坑は結構敵がいっぱい出るんでね。慎重に冒険していきます。あ、新アイテムの、これ光苔ですね。光苔ゲット。あ、さらにはチェストありました。チェストの中に、あ、グローベリーある。グローベリーも新アイテムです。さらに行商人が遊びに来てくれたので、この根付いた土っていうのを攻撃でもらいました。
根付いた土、これ新アイテムなんだね。骨粉をかけると垂れ根っていうアイテムがゲットできます。ハニカムと糸を使ってろうそくをゲット。ついに来ました、粉雪ゲット、やったお、ウーパールーパーだ。洞窟を進んだところにウーパールーパーいました。敵と戦いながらウーパールーパーをゲット。わ、マグマの向こうにダイヤモンド。このマグマを黒曜石に変えるためにウーパールーパー、ウーパールーパー、ウーパールーパー、ウーパールーパー。おいしょ、おいしょ、逃げちゃいました。7日目、地底湖を発見しました。ここ、ウーパールーパーとヒカリイカがいっぱいいそうですね。ヒカリイカのこの炭と、ウーパールーパーも持ち帰ります。これで手持ちのウーパールーパー4匹になりました。なんとこれで青いウーパールーパー1200分の1の激レア青ウーパールーパー発見しました。いや、まさかこの100デイズで青ウーパールーパーゲットできるとは思ってなかったですね。本当に奇跡すぎる。68日目、熱帯魚をあげてね、ウーパールーパーを増やしていきます。だいぶ数が増えてきました。今日はウーパールーパーを増やすためにちょっと熱帯魚をたくさん取っていきます。大量大量。93日目、いよいよウーパールーパーとともに海底神殿に攻めに行きます。総勢32匹のウーパールーパーと一緒に戦いに行きます。さあ、いよいよウーパールーパーとともに海底神殿攻略です。ウーパールーパーの大群がね、エルダーガーディアに襲いかかっていきます。おお、すごい。あ、月末、あ、結構月末だったんですけど9位に、あ、嬉しいですね。今も結構まだ伸びてますよね。あ、まだ伸びてますね。すごいな。多分2倍くらいの再生数に今なってると思います。40万入ってたかな。確かに20後半ぐらいだった気がするんですよね、今日見た時。あれ、あ、まだいってないか。現在28万再生です。あ、28万。うん、でも毎日伸びてますね。はい、あ、嬉しいですね。目指せ50万で頑張ります。はい。続いて8位、はい、何でも装備できる世界でサバイバル。今回の企画は何でも装備できる世界でエンドラ討伐。ほぼ全てのアイテムが防具として装備でき、さまざまな特殊能力が使用可能に。特殊な装備を使いこなし、エンドラを討伐することはできるのか。今日はね、なんかどうやらあのいろんなブロックが防具になる世界でエンドラ討伐らしいです。おお。ああ。なんかどんなアイテムでも防具にできるらしくて、土とかもいけるらしいよ。ちょっと誰か作業台作って、作業台。はい、ありがとう。じゃあちょっと作ってみますよ。どうなんどうなのどうなの。土の、あ、できた。見て。ジャギーン。すげえ。で、アイテムによってあの、はい、特殊能力とかが違うらしいので。土はなんか特殊能力あんの？土あんのかな。なんかシフトボタンを押すと、あ、土はなさそうだね。なんか物によってはそのいろんな能力がついたり、あの、うん、特殊効果がついたり強くなったりするらしいんで、まあ、いろいろそこら辺ちょっといろんな防具を試しつつ、あ、そうだ、あれだ、2つ以上つけないと特殊能力出ないって言ってた。あ、なるほど。そうそうそう、そう、同じシリーズもの、ちょっといろいろゲットしてみよう。はい。じゃあちょっと特殊効果見つけた人は教えてくれ。あー、石炭できなかった。え、石炭できないの？あら、あ、ブロックじゃないといけないから。あー、そういうことか。なるほどね。いや、俺絶対これ来ましたよ。え、何？ TNT の鎧です。え、TNT の鎧作ったの？ファッションリーダー。やばすぎる。やば。頑張ったけどいまいちなのができましたね。あ、すげえ。硬そうだな、オンリー。え、これ絶対強いだろう。体力2増えただけなんですけど。え、体力2増えるの逆に。いや、めっちゃいい。増えただけなんですけど、あの、うん、多分装備的には顔防具以下ですね、これ。いや、ダメじゃん。弱。え、おしゃれやな。面もめっちゃおしゃれよ。え、しかも面 TNT2 つついてんじゃん。見ててください。お、見とく見とく。僕が手で秘密のパワー。何？エグゾ。おぞ。おら。おお、何それ。おお。やば。え、何それ。え、クラワンのダメージ。最強じゃん。モンさん何それ。マグマの鎧です。お、強いじゃん、絶対。強そう。え、近づいたら。すげえ、あ、火炎耐性4。あ、強い火炎耐性4はシンプルに。タルマンです。タルマン。タルマン？タルマン。タルマン。タルマンだ。タルマン。タルマン、タルマン、なんでできるのそれ、特殊能力。タルマン、R を押すと、インベントリが増えます。僕向きじゃん。よし、これで僕、ちょっと攻撃してみていい、誰か。お、え、で、で、で、え、熱い。ネザーラック装備で相手を、攻撃した相手を火をつけれる。
よくない、結構強くない、結構強くない、ボスは何やってんすか。どうもカマドマンです。カマドマン、カマドマンダサ。これ何ができるんですか、ボス。炭治郎だ。カマドマン分かった。カマドマン何、なんと鉄とか鉄鉱石を掘ると、うん、焼いた状態で出てくる。おお、おもろい、おもろい。シュルームライトマンです。ああ、明るくていいね。おお、かわいい。え、これ点滅機能付きです。いや、投げ。鉱石。鉱石今何個？鉱石とりあえず15個作って、よいよ。おすげえ、かっこいいね。やばそう。言います。じゃん。どうだ？おお。防御力最強。全身タイツみたい。あ、ヘルスブースト、火炎耐性。体力2倍プラス火炎耐性プラス。体力2倍 ?2 倍ですね。やべえ。本棚です。本棚、本棚、本棚、生きていたのか。本棚、本棚、何本棚の能力、何本棚。ありません。カマドマン、カマドマン、パールをはめてくれ。カマドマン、じゃあパールを、じゃあとにかくはめます。です。 OK、 いきますか。あ、もういった。早い。これ降りてきたところでずっとある連打してたら死ぬんすかね。いや、ありだと思うよ。あ、降りてきた、降りてきた。ナイスナイスナイス。いけ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 、いけ。爆破しろ、爆破しろ。いけ。え、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。おお、あるよ、あるよ、強。あ、来たんちゃう。来た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 。おい、た。あ、あ、いた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 。よし、ちょっと距離取るぞ。いや、オッケー、頼んだ。ほら、あ、あ、22万再生。はい、これどんなんでしたっけ。こちら、あの、海外企画で、はいはいはい、あの、なんか TNT とかいろんなものがこう防具になって。あ、防具ね。あの、はい、面がおしゃれだったやつだ。あ、それです、それです。おしゃれ面、おしゃれ面発揮して、でオンリーはオンリーでなんかね、すごいクォーツ作ったりして面白かったですね。あ、やってましたね。うんうんうん、面白かった。で第7位、新しい進捗すべてクリアするまで終われません。今回の企画は、新しい進捗すべてクリアするまで終われません。アップデートで追加された進捗をすべてクリアするまで終われない鬼畜企画。さまざまな進捗を無事達成しクリアすることはできるのか。はい、今日なんですけど、 1.17 のね、マイクラアップデが来たんで、アップデで実装された新しい実績。いろいろね、右上にこう、いろいろ達成すると実績が出ると思うんですけど、新しく実装された、実績、新実績をすべて出すまで終われませんでございます。よろしくお願いします。しかも今日お助けアイテムとかなしでしょ。自力？いや、自力です。チートなし、チートなし。いけるのかな、これ、本当に。やばいね、ちょっと。本当に長い撮影になるかもしれんですけど、まあでも5人協力すれば多分いい感じに多分できると思うんで、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず何から狙っていきます。僕アメジスト隊になろう。アメジスト隊。僕ウーパールーパーとかヤギとかなんか動物系やりたいな。ああ、ヤギボートで捕まえるってのがあるよ、確か。あ、てかオラフ君さ、はい。やっぱ雪んこだから雪だるまだから粉雪があるよ、粉雪。粉確かに。あ、ジャングルある。あ、ジャングルある。あ、ジャングルね、大事よ。望遠鏡で、そう、望遠、双眼鏡か。え、望遠鏡だっけ。あ、望遠鏡です、望遠鏡。望遠鏡か。間違えた、間違えた。望遠鏡で、なんだったっけ。オウム見るみたいなやつ。ミッションがあるよ。望遠鏡は、アメジストの部屋を見つけないといけないから。はいはいはい。はいはいはい。ちょっと、どうする、冒険に出てきます、そしたら、アメジスト。あ、お願いします。ちょっと、エンドラを。望遠鏡で見ない。エンドラを望遠鏡で見るっていう。え、でも倒さなくていいもんね、エンドラ別に。倒さないと出れないですけど。そっか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 。え、でも見て死んじゃえばさ、戻ってこれはするけど。うん、いや、それでも、それでもマイクラだから。確かに、それは、確かにそれはじゃあ倒そう、やっぱ。うん、エンドラを。一番最後っすかね。いや、でもなんかオンリーの今の口ぶり的になんかおまけで行ってきますみたいな。いや感じたけどね。俺とオンリーちゃんの勝負だ。俺も行くわ。嘘。ボスもエンドラ。ボスさんも行くんすか。エンドラ。エンドラ。ボスも行くよ。オンリーちゃんより早く。オンリーちゃんエンドラ行くんだったら金。
あ、ありがとう。なんで俺には。確かに、ボンさんも行くんだよ。なんだ、ボンさん、ボンさんも。あ、アミなんかエンダーマイル。かけら、ゲット。ちょっと夜来そうです。ほら、早い。どうしますこれ。寝ます。一回寝よっか。一応、寝ないと雷雨は安いですけど。あ、そっか。いや、今日は寝ないようにしよう。雷雨大変だろうから。はい。雷雨で確か、何、村人の家で避雷針を受けて、村人を火事から守るっていうのがあるんですよ。ただ、残念なことに砂漠の村は雷雨起きないんで、はい、そう、違う村見つけないといけない多分。あ、坊さんエンドライン空気ないんですかね。要塞出た、要塞。はい、早っ、早くない？ちょっと待って、いつの間に寝ざいてた。いいね。寝座入ったらって感じ。待って、じゃあ、お兄ちゃん任したわ。いや、もう、早いんだよ。エンドラ任した、エンドラ任した。いやいや、早いんだよ、その諦めるのが。あ、ウーパールーパーだ。おぉ。プスバケツ、バケツ作らない、バケツが。プルス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 あ、メンシロじゃあだーあー、オンリーオンリーウンパルンパがどっか行った。あ、いたおしょ。お、ナイスお、ナイス。あ、来たブレイズロット7本。何これ。あ、あれか、輝かせる。イカスミをカンパンに使うっていう。お、ナイス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 。いやー、本当に羊と出会いたい。羊じゃない、羊じゃない、ヤギね。羊はいっぱいいる。羊はいっぱいいる。羊はいるよ。あ、ヤギかな、これ。いた？あ、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。めっちゃおる。めっちゃいることある。めっちゃいますよ、大量に。あ、オンリー俳優さんいますけど。あ、行きます。これか。おい、来い来い。ボート、ボート乗せてみて、ボート。来い。おぉ。おぉ。おぉ、来た。あなたのヤギ対応に。ここが待って、どうやって作るんだ。あ、いた。鉄ゴム。あ、来た。おー、ナイス、ナイス。おあれは風船。お、雪、発見。おー、ナイス。粉雪を集めたいと思います。はい、お願いします。よし、ちょっと、エンドラを覗いていきます。うん、オンリー一人に任せちゃっていい？もう。あ、どちらでも。モンさんついていきます？モンさん行く？いや、俺ちょっと今、雪で忙しいから。俺は俺で過酷な道に行ってるから。わかりました。27万再生。あ、これ、はい、結構ハード企画でしたよね。そうですね。何よりもあの粉雪が積もらなくて。そうですね。あれでも今考えたら撮影が確か2時間半とかでしたっけ。なんか2時間半、もうちょいかかったっけ。なんか、あ、でも2時間は超えてました。絶対超えてましたよね。でも2時間半ぐらいだった気がするんですけど、なんかあれで済んでよかったなと思いました。あ、ま、待ってる時間が雪降らないとマジ無限に降らないんで、あれ、うん、あれは本当やばいですよね、うん、はい、鬼畜企画でした。伸びてよかった、はい、そして6位、ワンブロックから始まる、マイクラサバイバル。ぎゅうぎゅうすぎる。はい、ということで、今日はですね、やってまいりました。5人で初めてですね、こちらワンブロックの、ワンブロックから始まる、エンドラ討伐やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。完全初めてじゃない、これ。これ初めてです。なんかボンさんがめっちゃ押してくるんですよ。押したい、押したい。ボンさん押さないでよ、絶対。違う。じゃあちょっとオラ君、これ下のブロック掘ってみて。下のブロック、え、掘っていいんすか。いいよ。いいよ、大丈夫。こうすると、ブロックを掘るとまた新しいブロックが出てくるんで、このブロックだけ特別なブロックなのよ。そう、ちょっと領土、これで領土広げていけるから。命の泉だから、これが。そうね、ちょっと、はい、これで、あ、いいね、いいね、木が来た、木が来た。あ、ランダムなんすか、これ。そう、ランダム。これ、何が、ここは出てくるか分かんないから、ここから出てくるアイテムを使って、あー、オレ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 。そして、死ぬとボーナスがもらえます。あ、死ぬとボーナスもらえるの。イージーゲームだな。え、ちょっとさ、でもさ、あー、オレオレ。ボーナス欲しさに落ちてしまった。これちょっとブロック掘りながら、みんなでここ広げていこう。はい。あ、うわぁ。3匹目。3匹の子豚。おぉ。今日せっかくだからさ、こう建築とかもやっていこうよ。はい。まだ今土とか木しか出てこないけど、はい。そのうち、その、
アイテムもアップグレード、ここから出てくるアイテムもレベルアップ。あ、バートチェスト読みだと。あった、はい、あこれで今アップグレードってなって、今まで土とか木しか出てこなかったけど、はい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 、1じゃじゃーん、おー変わらずあれ、いやいやこれアップグレードしてるしてるしてる。でもこれさ、いくらでも死ねるだったらさ、ちょっとやっぱ掘って掘って終わり、ひりつかない、ひりつかないね、やっぱ確かに。うん、僕から提案なんだけど、はい、あ、鉄は。こっから誰かが3回死んだらゲームオーバーしない？おー、いいっすね。みんなで3回、みんなで3回。4回目死んだらゲームオーバーでどうすか、ボンリーダー。行こう、それで。じゃあいいですか、皆さん。はい。あ、はい。3回死んだら、このワールドリセットです。リセットなって、やばいやばい、急に来るやん。ほら、ほら、来るよ。敵来るからね。え、3回死んだら、このワールド終わります。わかりました。はい。2回まで OK ね。2回まで OK。はい。例えば僕、ボンさん、メンで1回ずつ死んだら終わりってこと？終わりです。あの、ドズったんで。はい。じゃあ、交代しよう。あ、よし、交代。整理整頓は任せてくれ。ん？あ、ボンさん何作ってんの？でも、植林場もう。あ、植林場はざす。あ、何？モンスターパーティー来る、モンスターパーティー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 、気をつけて気をつけて、落ちないようにね。あら、落ちてった一人。モンスターが。なんだこいつ。あ、ごめん、ごめん。うわ、めちゃくちゃ痛い。ねえ、今、ドズさんと僕が同時に殴ったわ。これなんか、言う人、モンさん頑張ってるわ。タイ、タイじゃないわ。来い。来いでもねえわ、さっき。あーポスパーティー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 トライデントトライデント、うわトライデントパーティーだ、これやばいと思う、やばいと思う、うわ待った、やば、強すぎる強すぎる強すぎる、これマジやばい、マジやばい、やばい、落とせ落とせ、落としていきましょう、あーやーあーオラックーオラックバック、やばい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 、これマジでやばい、シュ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 、ちょっと影でシュシュってます、いっていってシュ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 、あとチェキ気をつけて、ボンさん逃げて、ボンさん逃げて、待って、俺がね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 、隠れてる、俺、よし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 、1個下です、1個下、あ、1個下ね、おう、そんな殺すなんて、なんてベックスが出た時はすいません、ベックスが出た時はちょっと怖い、ベックス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 、トイレ行きたい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 、あ、ベックスベックスをやれ、ベックス持ってる持ってる持ってる、あ、待って、置いてる、あ、普通に死ぬ、オッケー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 、ナイスナイス、終了、ベックス終了、オッケー、あ、クリッパ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 、おぉ、うわぁ、オンリー、あ、クリッパ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 、おぉ、うわぁ、オンリー、オンリー、落ちました、オンリー、オンリー、やべぇ、ここでキー、まさかのクリッパが来んのか、28万再生ワンブロックね、はい、ブロック5人で、ワンブロックはねやっぱ面白いですよね、面白かったね、今ねオンリーがちょうどワンブロック100デイズやってますけどやってますね、うん、やっぱシンプルになんかおもろいっすよね、ワンブロック、うん、シンプルにおもろいですね、うん、シンプルにおもろい、やっぱその人によって発展の仕方が全然違うっていうのがマイクラの一番の良さを出してるかもしれないですね、うん、100、あの、ワンブロックからどんどん土地が広がって、うん、家ができてみたいなところがやっぱ面白いですよね、うん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 、第5位、デタラメな進捗10個クリアするまで終われません、今回の企画はデタラメな進捗10個達成するまで終われません、スタッフが用意したオリジナルの進捗をタイトルだけを聞いてクリアすることを目指す、果たして無事達成することはできるのか、
よし、ということで、今日は皆さん、なんかオリジナルの進捗がこの世界にはあるらしくて、はい、なんかそのオリジナルの進捗を10個達成するまで終われませんの、企画でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オリジナルの進捗一応、そのオリジナルの進捗って言っても、何やったらいいか全然わかんないんで、あの、ヒントとして、進捗の名前は、こんな感じでずらっと、あの、僕たちに渡されてるんですよ。これ編集で今多分ずらーっと出てると思うんですけど、なんか、ドズった手持ちとか、コウハラ麺、やっと出たとか、マッシュドポテトとか、なんか、いろいろあるんで、ちょっとこれのタイトルから予測して何をすればこの進捗が出るのかっていうのを予測して、10個達成するまで終われませんでございます。なるほど、これ結構やばいかもよ、ちょっと。なんだ、想像つかんのいっぱいあんな。想像つくやつからいきますか、はい、面どうぞ、はいはい、想像つくやつ1個あります。はい、お願いします。皆さんで僕のことを殴り倒してください。え、何、え、なんで、なんかある、あ、もう、え、なんで、本当に、あ、俺想像つくできんわ。喜んでる、喜んでるね。あ、やばいやばい、みんなやばい。面どうしたんだ、やばいやばい、え、すごいすごい、え、あー、すげえ、めん絆とは、絆とは達成でございます。あ、やっとやった。え、知ってた、めん。いや、僕ド M の極み取り行ったんですけど。すげえ。これ一個簡単なのあるでしょ、もう一番。え、なになに、ドズった手持ちでしょ。これちょっと多分全て手持ち満帆になる。じゃあみんなちょっとアイテムいろいろ用意します。はい、で、例えばこれ多分手持ちがいっぱいになればいいから、こんな感じだと思いますわ、俺も。そうですね。ゴミを、ゴミを渡して。ゴミをどんどん僕にください。あ、本当にゴミ渡されてる。あと3アイテム、あと3アイテム。3アイテム。あと1、あと1。なんか、なんかください。あ、来た！よし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 。やっぱ、やっぱ、ちなみに、ちなみに今僕、白樺の板材で全部埋めてるんですけど、あの、種類が違うくなくても、いけました。あ、いけた。はい。どうぞ、どうぞ、どうぞ。さすがです、さすがです。お兄ちゃんがやられた。これ多分やられたなんで、僕一年生なんで、誰かやってください、お兄ちゃんを。あ、オッケー。おーい、お兄ちゃんがやられた。何乗り気なんすか、みんな。あー、ゴーレムか、なるほどね。お兄ちゃんゴーレムでしょ、うん。そういうことか、そういうことか。オンリーちゃんと見ててね。オンリーちゃんと見てて。そういうことですね。はい。これはお兄ちゃんやられてる。あ、めっちゃ見られてる。すごいやりづらい。あ、お兄ちゃんやられてる。あ、お兄ちゃんやられた。あ、お兄ちゃんやられた。お兄ちゃんやられた、さすが。よしよし。これ3つですか？あと7個。うん。おー、僕ちょっとこの、いいよな、マグマから水行ってみていい？じゃあ僕マグマから水行ってみます。お願いします。ド M お願いします。ちょちょちょ。あー、整ったー！整った！オッケーオッケーオッケー。サウナ出た。水風呂整いますね、やっぱり。はい。サウナ出た。これ4つ4つ4つ。おー、クリパ、あぶね。いや、なんかオラフ君の偽物は、あれな気がしますね。雪っぽいよね。坊さん、ド M の極み。あ、え、ド M の極み？なになに？わかんない。どういうこと？あ、なに？もしかしたらハート 0.5 の状態でずっと一定時間経つかもしれない。両方達成。また増やしたいと思います。はい、お願いします。はい。小原麺来い。どうだ？おお、小原麺。よし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 、ナイスナイスナイス。賢い。もう音中の彼女たちがマジでわからん。どれだどれだどれだ。ボンジュールの彼女って どれだ、なんか誰ああ、なに、え、ポンさん、え、ポンさん、なに、村人にパンあげたら出た。どういうこと。え、どういうこと。村人に食料を与えて、ワイロ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 、びっくりした。チャンネル登録お願いします。パンあげるんで、チャンネル登録お願いします。これ良くないよな。ちょっと目やってみ、目やってみ。あ、はいはい。チャンネル登録お願いして、お願いして。プレゼント機、はい、え、マジで、え、パンパンもらったらポンちゃんもらいました。無職の村人に挨拶をするだって。そうだ、彼女はクワかもしれんの。あ、暴れる。え、何何、3つの食べ物を連続で食べる。あー、ラーメンからの寿司からの暴れ部だぜ、これ。
あ、9999。あと1、あと1みんな。あと1個。これ伸びたんだよな。ちょっと ね、身内ネタが過ぎるかなと思ったんですよ、正直。いや、黒ボンジュールとかよくわかんない。黒ボンジュールとか、なんだっけなと。なんか10個ぐらい、うん、そうですね。そうね。結構身内ネタも。サウナの整ったとか。整った、はい。説明なしではちょっと伝わらないような身内ネタが多かった。ラジオネタが多かったんですけど。ああ、そうですね。昔話も含めてね。うん。第4位。はい。まな板チーター軍団 VS エンドラ討伐日本一のオンリー。はい。最終決戦って書いてある。最終決戦ね。うん。はい。数々のチートを使うがオンリーに負け続けてきたボンジュール率いるチーター軍団、今回ついに最強のチート、無限にアイテムが増やせるまな板モッドを使用。さらに神様ドズルがエンドラ討伐がスムーズに進むように完全サポート。今日はガチでオンリー倒します。イエイオンリー、やい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 。いつもいつもいつも、俺たちをコテンパンにしやがって、今日こそ勝つからな。分かってこい、ジジイ軍団。ジジイ軍団じゃん。ジジイ軍団じゃねえ。ジジイ軍団って言うんじゃないよ。今日のチートはすげえぞ。今日のはすごいからね。今すごいぞ。もう絶対勝てるやつ用意したんで。今日こそは、オンリーちゃんに、僕たち、ボンジュール軍団勝ちたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、なんでオラフ君なんか他人のフリみたいにしてるの。ちょっといやいや、僕どのタイミングで出たらいいんかなと思って。なんで他人のフリしてんの。ちょっとね、なんかおっさん二人が熱演して恥ずかしいよ。そうだよ、そうだよ。勇者軍団、勇者軍団俺たち恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいじゃん。他人のフリしないでよ、ちょっと。いやいやいや、そして今回ちょっとオンリちゃん見てくれ。いつも神様だった面に代わって新しい神様を用意した。新しい神、こちらだ。じゃじゃーん。いや、ちょっと待って、せめて、間違えます、間違えます。待って待って、せめて、せめて勇者軍団を迎え入れてよ。新しいチートと新しい神様で今日は倒すんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おー、やってくれやってくれやってくれ。じゃあみんな今日はよろしく頼む。頑張りましょう。頑張りましょう。このチート軍団最終回にするよ。ねえ、最終回、最後の最後。うん、これでも今日相当やばいチートなんですよね、皆さんね。今日相当やばい。今日はすごいですよ。もうこのコピーできるでしょ。コピーできる。いつも以上にやばいっていう噂ですから、うんうんうん、はい。いやー、もうちょっと神様にもちょっと今日は期待してるんで、はい、大丈夫ですか。任せてください。神の目、はい、いつでも。神次第。じゃあとりあえず神様、近くの村を探してきてくれたら。はい、村発見しております。こちらです。あ、さすが一味違う、はい。始まりました。とりあえず僕で撮ろう。いやー、はい、今回はね、またチートを使われて披露されるわけなんですけども、まな板モッドということで。いや、自分使ったことあるんですけども、相当やばい。めちゃくちゃが、ムラがあるな。めちゃくちゃ頑張らないと本当に負けてしまうかもしれませんので、ちょっと頑張ります、本当に。OK! ネザイン。お、ハイヨンサイ近そう。え、ちょっとわからんな。おぉ、おぉ、おぉ、あ、ゲット作りますよ。あれか、いや、あれ要塞だな。要塞先見つけちゃった。だけど、いやー、やっぱ耐火のポーションを持ってから行きたいので、やっぱ要塞先だな。神様、神様、はい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 。神様、はい、ネザの要塞を探してきてくれ。わかりました。廃要塞見つけました。廃要塞はやりすぎ、やりすぎ、やりすぎ。あ、じゃあ要塞だけで。俺たちはもう廃要塞には行かないって決めたんだ。わかりました。廃要塞危ない。あそこは危ない。あそこは危ない場所だから、ね。あそこは危ない。近かったけど、危ないからやめとこう。ああ、なんかバカにしてるか、神様。勇者を、勇者バカにした。いや、バカにしたいです。ちょっと待って、本当に苦渋の決断だけど、安定を取ります。クリアできなくてね、リセットっていう、リセットしないといけなくなっちゃうのが怖いから。はい、ゲットつきました。ちょ、待って待って待って。勇者も合流です。勇者も合流です。勇者は頑張って、勇者頑張って。どこどこどこみんな。みんなどこどこどこ。近い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 近
チート系で一番止まりました。今日は。完全に待っとるもんな。SP なくなるのが怖い。あ、鉄入っとる、鉄入っとる。こんな心配しなくてよかった。こっからは頑張る、頑張る。こっからは、負けでいかないといけない。おお、かなり黒石がやってる。R も13、16。集まってそうだね。集まってそう。集まってそう。集まってそう。よし。ゲート作って帰る。ゲート作って帰る。OK。いやー、沼った。ネザーかなり沼った。あれ持ってます？増やせるブロック。えい。あ、ありがとうございます。いきますよ。えい。ナイスナイス。おー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 みんなもうエンダーアイも投げまくっちゃって。投げまくっていけます、ね。船、OK、OK、OK。いるか、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 オッケー、オッケー、オッケー。あ、いや、海とかにあったら、速攻終わる。ビビ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 あ、ここら辺だ。あ、紙レーダー、紙レーダー。投げますね。うん。あ、下だ、この下だ。ほれ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 。この下か。この下か。ほれほれほれ。いけいけ、ほれ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 。よし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 。なんかさ、ペットとか出てる、要塞出てる。なんか皆さんペットとか持ってきてないんじゃないですか。大丈夫ですか。あ、僕持ってます、僕持ってます。さすが。あ、要塞本当見えてる、見える見える見える見えてる。ほれ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 。よしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。ほれほれほれ。いや、ちょっと一旦投げとくか。いや、もしかしたらね、もう過ぎてる可能性あるよね。いや、こっちだ、まだこっち。あ、ちょ、あたた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 。しかもあそこ明るいぞ。明るいということは、ポータル部屋直通だったりしないかな、これ。待って。来た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 。よいしょ。オーケー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 。あ、どうした？あ、ポータル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 。金のゲート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 。すごいすごい。激レアの金ゲート。敵やつ敵やつここ敵やつここ敵やつ。こわす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 。こわし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 。はい。オーケー。オッケーオッケーオッケー。オッケー。あれ。チートアイテムあります？チート。チートアイテムのブロック、あ、ありますあります、1個ありますよ。ベッド増やそう、ベッド増やベッドくれベッドくれベッドくれ、ベッド爆破する、勇者ベッド爆破する、最終回最終回、今日勝って最終回にするから、勇者のベッド爆破。あ、最後ベッド爆破で決めるわ。かっこいい。あ、ごめん、俺今愛捨てちゃった、愛捨てちゃった、エンダー捨てちゃった。おい、もうあるよね、誰か一つぐらいエンダー残ってるよね。 ありますよ。ちょ、埋めてく埋めてく埋めて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 。これもしかして僕持ってなかったらやばかったパターン。捨てちゃった。やばかったですね。やばかったね。いや、僕もね、今ブレイズロッド捨てたとこだったんで、はい、危なかったですね。行きましょう。準備がいいか。行きましょう。じゃあ30万再生。すごいな、はい。あれももうだから、もうこのチートで勝てなければ、うん、もう勝てるものはないですよと。そうですね、ぐらいのみんなから言われて、もうまな板で勝てなければもう最終回ですと、うんうん、かなりあの神もドズルさんをお迎えしてかなり進みが良かったんですけど、そう、早かったですよね。それでもっていうところで、はい、まだ見てない方は見てください、ね、そうですね、はい、そして、第3位、はい、マイクラ格付けチェックコラクバさんコラボ、あ、出た。どうもボンジュールです。一流とは私のためにあります。よろしくお願いします。オリーです。はい、格付けチェック負けたことありません、頑張ります。アイユズです、大原です。一流とは一流だから一流と呼ばれるのです。はい、どうも皆さんこんにちは、ブラックくんです。もう見てもらった通りマイクナのスペルから僕は間違ってるんで、今日はペントさんに負けないように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、イヌタヌキです。一流の座を取りに来ました。VS ドズさん頑張ります。いや、僕じゃない、僕出題者なんで今日。こんにちは、ペントです。一流の雑魚を目指して頑張ります、よろしくお願いします。こんにちは、園長です。娯楽場だけでなくドズル社でも一流を目指せるよう頑張ります、お願いします。それでは皆さん、今日はですね、娯楽場さんとの初コラボでございます、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回ね、皆さん来ていただいたわけなんですけれども、まあ、皆さんやっぱり普段からマイクラをやられてるわけじゃないですか。はい、まあ、もちろんマイクラ YouTuber としてこう活動されてる皆さんは、まあ、一流の、YouTuber だと僕は信じているんですけれども、今日は、まあ、ちょっとこう本当に一流なのかというのをですね、格付けチェックをちょっとさせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
今回は、マイクラに関する、クイズを5問用意いたしました。はい、まあ、一流 YouTuber の方、一流のマイクラ、マインクラフターなら、全問正解するだろうなという問題を5問用意させていただいておりますので、ぜひですね、皆さんの知識と、経験を、加味しながら問題に答えていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは、じゃあ早速、第1問いきます。ででん、第1問。焚き火っていうアイテムがありますよね。はい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 。焚き火はですね、消すことができます。そこから焚き火はね、消せるのよ、オラク。焚き火を消せるんですけど、消した焚き火にフレームの矢、火がついた矢を打つと、火をつけることができます。はい。火をつけることができますが、燃えているモブや、燃えているプレイヤーでも同じように着火することが、できると思う方は A、できないと思う方は B を押してください。いきなりマイクラのちょっと知識問題でございます。なるほど。消した焚き火を、プレイヤーが燃えてる状態で、焚き火に近づくと、火がつくかつかないか、つくと思う方は A、つかないと思う方は B、こちら押していただければなと思います。手元のボタンがありますから。人で火つけるのは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 火がつくことができると思う方は、オラフ君のみ、皆さんはできないというあれですかね、うん、さっき犬田貫さんがちょっと非人道的だみたいな話があったじゃないですか、はい、はいはいはい、これちなみに統合版と Java 版で違います。やっぱそういうこと、はい、だから、はい、あれですよ、統合版の方がやっぱ子供たちもたくさんやるからみたいな感じで、うん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 、なんか入ったんじゃないの修正が。そんな修正入る。ということは今回 Java 版なのでもしかしたらつくかもしれないということで、今回はオラフ君に、実際に、火をつけた状態、オラフ君に火をつけた状態でここに乗ってもらいましょうか。オラフ君に火をつけて、この焚き火に火がつけばオラフ君の、勝ち。つかなければ皆さんの勝ちでございます。参ります。さあ、ラックいけ。溶ける、溶ける。ラックいけ。つけ、つけ。今回、正解はつかないでございました。皆さん正解ありがとうございます。やったー。オラック。いや、これはめられましたね。いや、でもこの問題結構難しいからみんな割れるかなと思ったんですけど、オラックだけ、不正解でございました。ありがとうございます。第1問終了でございます。あ、変わってる変わってる。ちょっとオラックだけ見た目が二流 YouTuber になってますね。あ、二流。おお。すげえ、はい。これ間違えるとだんだん席のグレードが、ダウンしていきますので、オラックも間違えないようにお願いします。頑張ります。ではもうサクサク第2問いきたいと思います。第2問、はい、停電、はい、まあ皆さんご存知の通りアイアンゴーレム、ゾンビ あると思うんですけど、アイアンゴーレム2体 VS ゾンビ25体、勝利するのはどっち、はい、アイアンゴーレムだと思う方は A、 ゾンビだと思う方は B でお願いいたします。アイアンゴーレム2体とゾンビ25体、まあ、ゴーレム強いですからね、ただゾンビも数が25体とかなり多めですので、はい、なるほどね。いや理論じゃ無理だなこれは。いやもうヘンティ25体だったらね瞬殺なんだけど、いやもう全然勝てないですね。ケネットさん25体で勝てないですか。ゾンビより弱いんすか。ゾンビより弱いです、アイアンゴーレムだと思う人は、もうほとんどですね。で、ペントさんだけゾンビの味方ということで、いや結構ゾンビに殺されてきてるんで今まで何度も。強いんすよ。ゾンビの一体ペントさんに変えたいまでありますけどね。仲間に殺されます。ゾンビに殲滅される。仲間のゾンビに殺される。仲間、そうかそうか。はい、それでは、皆さん答え合わせに行きたいと思います。こちらボタンを押すと真ん中の仕切りが取れますので、一斉にバトル開始でございます。参ります。よし、ゴー。さあ、ゾンビ、頑張れ頑張れ頑張れ。待って、結構やばいぞ。あれ、ゾンビ、ゾンビが押している。ゾンビが押している。1体が1体がだいぶ食らっている。ただ、頑張れ。
さあ押されてる、押されてる、押されてる、おいおい、一人遊ばれる、一体倒された、結構食らってる、結構食らってる、どっちだ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 、どうだゾンビ、やっぱアイアンゴーレムは強いということで、皆さん正解でございます。おめでとうございます。すごい、皆さんやっぱ一流ですね。ちょっとペットさんダメでしたね。ペットさん大丈夫です。ペットさんまだ挽回できるんで、はい、まだ挽回の問題ありますので、ありがとうございます。ホラックめっちゃ煽ってんじゃん。あーそうそうそう、あ思い出した思い出した、マグマがあったんだ。それでは、席に戻ります。はい、おー二流 YouTuber の方々が、はい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 、はい、33万再生、様々でございますよ。いや本当ですね、ブラクバ先生様々でね、本当いつも仲良くしていただいてありがたいですね、はい、いやでもね、やっぱおもろかった、シンプルに内容も面白かったですね。ぶっちゃけブラクバさんが来ていただいたっていうのもあるんですけど、内容もかなり恵まれてたというか、あそうですね、やっぱゴラクバ3人の良さも出たし、ドズル社のこう絡みも面白かったし、ちゃんと、ね、ちゃんと面白かった気がします、正直、うん、展開も良かったですね、展開も良かったしね、うん、面白かったですね、はい、はい、続いて、はい、第2位、最強セキュリティハウス VS 泥棒ボンジュール。今回の企画は最強のセキュリティハウス VS 泥棒ボンジュール。ドズル、オンリー、オラフ君、大原面の4人が作った最強のセキュリティハウスに泥棒ボンジュールが挑む。セキュリティハウスから30分以内にお宝を盗むことができればボンジュールの勝利。30分お宝を守り抜ければセキュリティチームの勝利となる。果たして勝つのは泥棒かセキュリティチームか。私は怪盗ボンジュール、今日はこの家に忍び込んでお宝を頂戴します。どうやら誰もいないようですね。はい、ということで、今日はみんなで最強のセキュリティハウスを作っていきます。よろしくお願いします。お願いします。セキュリティハウスの仕組みを知ってる人はお宝を簡単に取ることができて、仕組みを知らないと、取れないみたいな、そういうクールなセキュリティハウスを目指しておりますので、はい、みんなで協力して作っていきましょう。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここにしますか、もうなんかいい感じの崖になってるし。確かに、ここら辺、ここら辺にボボンって作るか。オッケー。なんかさ、おしゃれな家じゃなくてさ、なんか近代的なこう科学研究所みたいな家面作れる。あ、まあ多分大丈夫ですよ。なんかかっこいいやつがいいな。鉄ブロック基調で、なんか鉄ブロック基調のなんかね、セキュリティ感ある家欲しいな。わかりやした。はい。なんかさ、こう、あ、最初入り口のところが崖になっててさ、普通に橋を渡るとその橋が落ちて下のマグマに行くとか、その橋を渡ろうとするとなんかボヨーンって飛んで遠くに飛ばされちゃうとか、で本当の橋は違うところにあるみたいな、その見せかけの橋を通ろうとすると死んじゃうみたいな、どう？はいはいはい。お、すげえ、なにこれ、鉄ブロックだ、かっこいい。あの、原石ブロック、ね、原石ブロックの方が出ました。原石いいね。いや、原石いいんじゃない、これ。あ、原石いいでしょ。行きで行こう、行きで行こう。これ新しいブロックよ、ラフ君。新ブロック。こっち生かしでいきますか。それ生かしで行こう。うん、なんか橋作りますか、こっち。橋作りたいね。こう外側、僕、堀作っていくわ。オラックも一緒、堀作っていこう。はい。物の入り口。いや、ボンさん優しいからな。全部試してくれそうだな。かな、外はマグマにする、堀は。ああ、いいっすね。マグマが鉄則か。鍾乳石を。鍾乳石いいね。鍾乳石にしよう。はい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 。別に。え、すげえ。オンリーの、はいはいはい、オンリーの橋、かっこいい、なんか。レインボーブリッジ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 。なんか謎かけじゃないけど、こう、どうやって入るか、一見わかんないみたいなやつにしたいよな。ハズレの地下道を作るわ。なるほど。この地下道絶対怪しいって なるけど、全然ハズレの地下道を作る。オラフもハズレのなんか。わかりました。うん。入れそうなんだけど入れない、ハズレのトラップ作ってみて。
オラ君これ何？これあのトロッコ。死のトロッコ。はい。最強のセキュリティハウスにちゃんとなるかな。あ、オラ君何してんの？いや、あ、戻ってくるっていう。あ、出た迷路か。はい。すげえ。あ、すげえ迷路になってるなんか。すげえ面モダンハウスっぽくてかっこいい。宝ってどこに隠します最終的に。宝はここに見えてたらかっこいいけどね、この車庫ガラスのここにさ、なんかさ宝石台があって、はい、ここにこう光るあの額縁で飾られてたらかっこいいよね。はい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 、やった。台座かなんかに最終的にここに来るみたいな感じで、うんうんうん、いいねいいね。あれまだ終わらなそうですね。これ下行けるのこれ。いや、それはまた後ほど。おお、ちょっと楽しみにしてる。おお、めっちゃ難しくしたいな。もう、生きては帰れんぐらいの。生きては帰れんよね、セキュリティハウス。人の家から宝盗もうっていうんだからね。卑怯道で出てきそうな家ができました。卑怯道じゃないよ、今日は。全体的に卑怯なこれセキュリティハウスです。最強のセキュリティハウス完成でございます。イエーイ、まあ、いや今回かなりいいのできたよ、絶対に。これは自信作、はいはいはい、じゃあ一旦仕組み見ていきましょうか、はい、やっていきますか。ボンさんがどんな感じかっていうの、はい、じゃあ第一の関門、あー出た。え、これ2位なんすか。これ2位なんですよ。え、1位じゃないのこれ。これ今も狂ったように伸びてるんですけど、これめちゃくちゃ伸びたんでしょ。え、何万再生ですか。6月時点では34万再生 でまだ伸びてますよね。いや、まあ、毎日時速1000とかえぐいな。え、時速1000、そうなんですよね。まあ多分50万までいってんの近かったと思いますよ。40万台乗ってたと思います。えぐ、ちょっと見ていいですか。ちょっと僕も気になるんで今、あ、46万再生今えぐ、すげえ伸びてんな。すごかったですね。やっぱ泥棒ボンジュールが強かったのか。最強セキュリティハウスが過去も全部伸びてますね。あ、やっぱセキュリティハウスっていうワードが強いんだろうな。ワード強いのと、あとやっぱボンさんのこうキャラクターがやっぱ役があったのと、あとみんなでそれぞれそのあれを作ってるのも良かったです。良さが出ましたよね。良さがね。全ての良さが。噛み合った回でしたね。セキュリティハウスをまた調理できるような企画だとヒットしやすいところですよね。うんですね。うん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 。そして第1位。はい。全自動エンダードラゴン討伐装置作って。今回の企画は全自動エンドラ討伐。ゲストにプロマインクラフターの立浪修一先生をお迎えして、全自動でエンドラを討伐できる装置を作る。果たして一体どんな装置が出来上がるのか。今日はちょっと楽できるように、そう、全自動でピタゴラスイッチみたいな感じで全自動でエンドラ討伐までをスムーズにこうサポートしてくれる装置をみんなで作りたいと思います。どういうことかっていうと、例えばそのネザー要塞までの道、例えばトロッコ乗ってたら勝手について、うん、でブレイズをなんか勝手にやっつけてくれてブレイズロッドゲットしてみたいな、そういうなんかちょっと装置をみんなで作ればエンドラー討伐も簡単にいけるんじゃないかというところで、はい、いいねいいねそれ。そういう企画なんですけど、ちょっとね、はい、あの全員でやっても、うん、今日もしかしたらすごい大変かもしれんぞということで、今日はエンドラー討伐全自動装置強力な助っ人に来ていただいております。え、はい、もうエンドラもう全自動装置といえばこの方、この先生でございます。はい、お晩でございます、ピタゴラおじさん辰波でございます。よろしくお願いします。辰波先生ピタゴラおじさんだったんですか。ピタゴラおじさん今日先生ちょっとエンドラ討伐の全自動装置なんですが、いけますかね、実際どうですかね。まあさっき聞いたんですけど、まあ大丈夫じゃないですか、はい、じゃあ今日は皆さんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。辰波先生こんな軽い感じのノリでしたっけ。いいですよ。ちょっとボンさんごめんなさい、一回じゃあリスポン地点の正確な位置を確かめてもよろしいでしょうか。どう
死んでくれ。はい。ああこれね、一番最初のスタートしたところからエンドラトーマスまでをサポートする企画なんで。ゼロからみたいな感じ。ゼロからですよ。普段のエンドラ討伐をちょっとなぞるような、はい、はい、あの移動は全部やっぱ自動化したいですね、はい、なるほど。ただ攻撃するとか、拾うとか、なんかクラフトするみたいなところは簡単な作業に関しては、トロッコに乗りながらできる作業であればやるみたいな感じがいいですかね。ちょうどネザーゲートは、オンリーと辰波先生お願いします。はい、メンとオラフ君、メンとオラフ君は、はい、最初のスタート地点から、村にトロッコを走らせて、でその村で何かワンアクションするっていうのを作りましょう。とりあえずこっから村に行って、村で何かアクション欲しいですよね、うん、村ちょっと一周したいですね。村一周したいですよね。一周する中で何かゲットしたいじゃないですか。ベッドとか、ベッドとか、とかなんかツールとか、うん、あーツールね、うん、ゴーレム装置をね。ゴーレムやれると、面が考えて、今面が考えてるわ。オッケーオッケーオッケー。いや面が考えてる、多分ゴーレムすげえ睨んでるもん。ゴーレムってどうやって倒すの？ボンさんがトロッコに乗った状態でゴーレム倒すってことでしょ？そうだね。どうにか固定ゴーレム動かないようにして、あーゴーレムを固定したらいける、ま、全方位からなんかもう攻撃できるようなものくっつくむとかになるのかな。あーもうそれこそディスペンサーでもう矢打ちまくるとかだよね。あー確かに。おそこで何をしますか。いやちょっと少しの配慮なんですけど、あの金装備をつけていた方がネザーで、あー優しい、ありがたいかなと思いまして。確かに。ピタゴラスイッチを名乗るからにはやっぱあれこう、うん、トロッコだけじゃなくて、そう、なんかエンダーパールとか、あ、いろんな、確かに、あと何がある？トロッコ以外に何がある？エンダーパールとか、なんかそのいろんな移動方法をやりたいですよね。はいはいはい、そうね。何これ、めん。ここをどうにか走り回ってもらって、あボンさんが？はい。ゴーレム手触れずに倒してもらうっていう装置です。どういうこと？どういうこと？あ、どんどん弓が撃たれるってこと？これで。悪い。悪いなこの装置。届いてない届いてない。おらくんちょっといけるで。ゴーレム。あーやってる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 。距離が微妙すね。ちょっとね飛距離微妙。高さが足りない。もうちょい高い、もうちょい高いとこで。まあちょっと一応ゲート一旦つけちゃいますか。そうですね。向こう側の様子も。さすが手早い。はい、お手の物です。よいしょ。さすがでございます。はい、お。下にネザー要塞が。あ、おあつらい向きじゃないですか。いやちょっと全自動とはいえなんかアスレチック要素じゃないですけど、うんうん、トロッコで飛んでもらえますか、ボンさんには。トロッコで運びますかね。じゃあメンタス何してる。ゴーレムを倒す装置作ってる。あいつ早めに行こうとしてる。見なきゃよかったか。賢いなこいつ。賢いっとる。じゃあ僕がちょっと砂利任せてください。あ、じゃあ砂利頼ますと、はい、もうアイディア浮かびました。ボンさんがここをなんかシャベルかなんかで、はいはいはい、掘りながら火打ち石が出てくるところをちょっと作りたいんですけど、結構運要素強めっすね。なんで10個ぐらい掘らせたいんですよね。あ、そう、作るか。こうしといて一番下を掘っていけばこう自動でこうどん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 下がってきて次が掘れるみたいな。一旦止めてみたいな。あ、そうですね。ゆっくり進めてここ掘るみたいな感じにしちゃいますか。それか、あの往復できるようにしといて。はいはいはい。2回往復できるようにしといて、レバーかなんかであの分岐できるようにして。おお、次のとこに進むように。はい、レバー落としてしまえばまた次にその先に進めるようにしておけば多分往復がいい感じにできるかな。レールもするんですか。すげえ。あ、知らなかったっす、こんな。すげえ。いい。そしたら、これを使えば。レールの世界だ、すげえ。あ、そうなんです、そうなんですよ。なので、一旦ここを。あ、じゃあそこの分岐お願いします。はい、わかりました、わかりました。適当な回路になってます。ごめんなさい。いや、全然ありがとうございます。すごい助かりました。よし、砂利ゾーン完成しまして、村に行きます。どっちがいい？なんか、イメージ、こうトロッコ来るじゃん。はいはいはい、来てる時に
溶岩が垂れるかゴーレムが落ちてくるか。あーでこうやって一周して帰ってこう来た時に鉄を回収できるシステム。はい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 、溶岩の方な気はします。じゃあ溶岩通ったら溶岩が出てくるみたいにしますか。簡易アイアンゴーレムトラップ的なものを作りました。おーかっこいい。じゃあネザー班ネザー行きましょうか。ちょっとはーい行きましょう。ちょっとパン屋さんできたら行きます。パン屋さん、あ要塞もう、あいいとこにあるな。いいとこに、いいとこにありますね。太陽祭豚に襲われながらポンさんなんかやってほしいな。なんで襲われんのよ。あーこれ本当にうまくいくのかしら。大丈夫です。じゃあ行きます。うまく大丈夫かしら。こんな不安そうな先生初めて見ましたよ。いやだこんな仕掛け作ったことないからね。あいいっすねいいっすねいいっすね。これ面白い。これ面白い。絶対目が回る。これ絶対目回りますよ先生これ。あれプレイスロットが一本も出ない。あそこ先生これやばいっすよ先生。先生荒ぶりすぎじゃないですかさすがに。これもう憎たらしくて。あの頑張って考えてる最中をもう潰されて徹底的に殺しに行きます。やば、立浪先生が今まで作った中で一番狂気に満ちた建築がこちらです。でこの位置でボンさんがレバーを引いていただいて。レバー引いてくださいボンさん。ちょっとエンドラの上に降りた。はい、ということで皆さん、なんと今回3時間もの、超大作エンドラ全自動討伐装置完成でございます。おはようございます。何万再生ですか。42万出た。出ましたね。こちらこれはやっぱね世界中でやってる人が多分いないんですよね。おそらくですけど、ここまで本格的な全自動装置を作った人いないんじゃないかなっていう、そのやっぱ面白かったですよね、シンプルに。面白かったですね。全自動シリーズか。いや、でもこの全自動シリーズはもうエンドラを超える気がしないんですよね。まあ、なかなか別のっていうのは、難しいですね。海底神殿とか行ったところでと思いますし。なんかね、だと思うんですよね。辰巳先生もね、やっぱ、来ていただいてっていうのもありましたし。ありましたね。いや、先生もなんかめちゃくちゃ楽しんでくれたしね。あ、そうです。確かに。全自動ってワードが引っかかりやすい。なんか検索で伸びたっていうより、多分関連動画で伸びた感じしますけどね、データ見る感じ。だから、普通に面白くて、みんながたくさん見てくれて、いろんな人の関連に乗ったが正解な気がしますけど。まあ、同説も、本当生放送ですごいついた、放送というかプレミアでついて。8000、9000いったんですかね。いってたと思いますね。ああ、すごいな。雑に呼ばれる立浪先生が見たいですね。最近ね、ちょっと減ってるんじゃないですか。一時期、立浪先生の乱用を疑われてましたけど。ああ、いや、なんか、ちょっとやっぱ我慢できなくて乱用しようとしたこともあったんですけど、はいはいはい、たまたまスケジュールが、合わなかった。ああ、なるほど、なるほど。一回やりまして。ああ、そうなんですね。まあ、そうなんですよ。ははははは。ただまあ、先生からこう念を押して、あの、本当は、本当に行きたいっていうのは言われてるんで。はい、いや、ね、先生ね、はい、あの、僕あの、とある動画、この前撮ったんですけど、はい、はい。あの、その時にその動画を撮るためにちょっとスケジュール調整させてもらったんですけど、はい、先生ね、マジ忙しいですよ、多分。で、忙しいですね。めちゃ忙しいと思う、本当に。うん、もう、分刻みですよ、彼は。より忙しくなられてますよね。いや、もうやっぱテレビに出られてて、活躍されてますから、そうですよね。よりお忙しい中、来ていただいて雑に使わせてもらうというね。そうだよな。それはまああるでしょうね。まあ、またちょっと、はい、雑に、あの、呼ばせていただきましょう。そうですね、呼ばせていただこうかと思います。いいと思います。はい。なので、トップ10が、こちらでございました。